草賀住夫は、日本の外交官。外務省アフリカ部長、議店長、ニューヨーク総領事を経て、中央オーストラリア特命全権大使。岡山県出身。1974年岡山、県立天城高等学校を卒業。1978年、中央大学法学部を卒業して、外務省に入省する。百七十九年から、スワースモア大学に留学し、 1981年、卒業。同年在オーストラリア日本国大使館書記館。1983年5月外務省。アジア局南東アジア第一課課長。補佐。1986年に1月外務省。情報調査局企画課主席事務官。1989年7月。在カナダ日本国大使館一等書記官。 その後在タンザニア日本国大使館一等書機関を務めた。1995年1月外務省経済局サミット担当企画九1995年12月外務省経済局開発途上地域課長。1997年7月内閣官房長官秘書官事務取扱い。1999年7月ハーバード大学国際問題研究所フェロー。 2000年7月から在アメリカ、合衆国日本国大使館、講師、2002年9月外務省、大臣官房総務課長、2004年8月外務省、大臣官房参事官、2006年8月外務省、経済局審議官、2008年8月、在英国日本国大使館総括講師兼ロンドン、総領事、2010年8月外務省アフリカ審議官、 組織改正で2012年8月、外務省アフリカ部長。2012年9月11日、外務省議店長を経て、2013年6月28日から、ニューヨーク総領事。2015年3月18日から中央オーストラリア、特命全権大使。2019年大官。富士通シニアアドバイザー。東京都市大学特別教授。日本関西顧問。 日本国際問題研究所客員研究員。2021年アフリカ協会理事。好きな音楽はフォークソング。二人の姉を持つ長男。読売年間2016年版 P190。中米大使に、支えし決定中中国大使には西宮宿佐さが住み押し。日本経済新聞、日経、ネット。2014年4月25日閲覧。人事。 外務省、日本経済新聞、日経、ネット、2014年4月26日閲覧。法学部講演会中央大学特別、職国家公務員の最終職状況の公表について、令和2年10月9日内閣官房、研究スタッフ役員名簿2021年6月16日現在、アフリカ協会、ありがとうございます。